はい、こんにちは、アマロです。今日はですね、7月22日に発売されたばかりの完全ワイヤレスイヤホンを紹介していきたいと思います。それがこちらですね。よいしょ。はい、こちら大人気の日本のオーディオブランドファイナルの ZE2000 でございます。この ZE2000 はですね、去年ファイナルからね発売されためちゃくちゃ大人気のモデル ZE3000 をベースに作られたワイヤレスイヤホンです。皆さん、この ZE3000 めちゃくちゃ評価が高かったの覚えてらっしゃいますか？いろんなメディアや YouTuber がまるで有線じゃないっていう評価をしていて、実際にこの ZE3000 はですね、有線レベルに歪みを少なくして有線レベルのサウンドを実現するために作られた完全ワイヤレスイヤホンです。この ZE3000 をベースに新たにチューニングしたのがこの ZE2000 というわけですよ。さあ、こちらの ZE2000 もですね、音質重視のワイヤレスイヤホンの中で、スタンダードなモデルになることができるのかチェックしていきましょう。それではですね、本体開封していきたいと思います。いや、ファイナルはね、日本のオーディオブランドとして頑張ってほしいっていうのもあるんですけど、本当オーディオファンからすごく評価の高いモデルっていうのもありますよね。まずはですね、取扱説明書関連、薄紙を開けるとですね、はい、こちらがですね、ZE2000 本体でございます。まずはケース。ケースはね、コンパクトで、あと薄いからポケットなんかにもすごく入れやすいですよね。このサイズ感もね、日常の中ですごく使いやすいと思いますね。上部にはファイナルのロゴ、そしてこちらがですね、イヤホン本体なんですけども、ファイナルの製品はね、全体的にこうカクッと削られたようなダイヤモンドの形状のようなね、この立体的なデザインが特徴となってますね。まあ、そういえばロゴもそんな感じになってますよね。六角形の立体がね、3つ連なったようなこのカクッとしたデザインが特徴的でもあります。そしてその他が、はい、こちら充電専用の USB-C ケーブル、片側がタイプ A のものですね。ちなみにファイナルはですね、注意書きで純正の USB-C ケーブルを使って、そして 20W 以上の急速充電器で絶対に充電しないでくださいという警告をしてますので、このケーブルね、大事に取っておいてください。そしてイヤーピースなんですけども、イヤーピースはですね、ファイナルのタイプ E 完全ワイヤレス専用仕様が5サイズ本体に付属されているものと合わせて付属されてます。サイズもなかなか豊富ですね。耳に非常に合わせやすいんじゃないかなと思います。はい、中身はね、ざっくりこんな感じです。ケースへの収まりも、はい、すごくいいですね。で、上部がちょこっとね、飛び出しているんで、結構こうつまみやすいんですよ。指引っ掛けてピュッと取り出しやすいんですよね。蓋もね、干渉せずに非常に締めやすいです。ケース正面にですね、 LED がついておりまして、ケースの下にですね、充電用の USB-C 端子が備わってます。カラーはグレーとブラックと2種類あるんですけども、今回僕はね、ブラックを選びました。で、前作の ZE3000 と比べると見た目のね、仕様が若干異なってまして、今回の ZE2000 はですね、全体的にちょっとつるっとした、まあ、でもマットな仕様になってるんですけども、はい、本体もサラッとした感じですね。目の細かい感じで、前作の ZE3000 はですね、ちょっと白で目立ちにくいかもしれないですけど、このようにボコボコとケースも本体も脂肪加工が施されておりまして、他のワイヤレスイヤホンとはね、ちょっと違った印象になってるんですよ。まあ、これが特徴的だったんですけども、今回は良くも悪くも、まあ、普通かなっていう感じです。触った上での高級感は前の ZE3000 の方がいいかな。やっぱり特別感は感じますよ。はい、こちらが本体ですね。質感はね、ほんとサラサラ、若干つるっとしたマット仕様で、反対側はこんな感じ。結構ね、丸みがあるわけじゃなく、こういったところがデコボコしてるんですけど、ファイナルのイヤホン、つけ心地軽くてめちゃくちゃいいんですよね。なんかね、耳にすごく張り付くようなフィット感っていうよりは、耳への収まりがめちゃくちゃいいっていう感じがしますね。イヤーチップを外すとこんな感じ。まあ、全体的にプラスチックな印象なので、高級感はさほどありません。まあ、価格も 14,800円と、今のハイエンドモデルからすると半額ぐらいの値段ですからね。裏面の形状も ZE3000 とまあほぼほぼ一緒っていう感じ。見た目の違いはこの脂肪加工があるかないかだけですね。そしてこの ZE2000 にはですね、 F リンクダンピング機構、通常のイヤホンにはですね、筐体の圧力を最適化する、あのベント孔っていうね、穴が設けられてるんですが、最近のワイヤレスイヤホンって防水性能を備わってますので、このベント孔がね、開けられず変に低音が強調されたり、濁りのあるようなサウンドになるものが有線と比較して多いんですけども、ですがこの F リンクダンピング機構はですね、ベント孔がなくても筐体内部の圧力を一定にして適切な低音のコントロールが可能になることで、バランスのいいサウンドを実現することができます。
さらにワイヤレスイヤホンで発生しやすい歪みを限りなく少なくする F コア4ワイヤレス 6mm ダイナミックドライバーを開発し搭載。これによってですね、イコライザ等のデジタル的な音質の調整ではなく、ドライバー自体で適切に音質を調整することが可能で、よりアコースティックで美しいサウンドを実現することが可能になってます。これらの機構は ZE3000 と共通となっておりまして、 ZE3000 の時からかなりね、有線イヤホンを意識した作りになってます。そしてスペックはこちら。スペック自体は ZE3000 と変わらず、特別コーデックが幅広くなったり、再生時間が伸びたり、そしてノイキャン、外音取り込み機能が搭載されたり、アプリに対応したりと、機能が拡張されている部分っていうのはありません。 ZE3000 との違いはチューニングのみといったシンプルな違いとなってます。ノイキャンや外音取り込み機能など付加機能に依存せず、このシンプルな使い心地っていうのも、なんか有線イヤホンを意識しているのかなっていう感じがしますね。有線イヤホンにノイキャンとか外音取り込み機能とか、そんなのオーディオファン求めてねえんだよと、そんなもんなくても音が良ければみんな求めるんだよと、言わんとせんばかりのモデルっていう感じですよね。唯一ワイヤレスのリスクで、その生活の中で水のあるところにポチャンとね、落としたりすることがあると思うんですけど、その対策にですね、 IPX4 の耐水性能がついてるのは嬉しいところ、まあ、軽いワークアウトなんかでもね、使えると思います。それではね、この ZE2000 のサウンドをチェックしてみたいと思います。それではですね、 ZE2000 の、ね、音質チェックしていきたいんですけども、先にですね、前作のこちら ZE3000 を聞いて音質の差をね、比べてみたいと思います。まずはですね、 ZE3000 なんですけども、でノイズキャンセリングついてないんですけど、遮音性もね、それなりに高いです。では聞いてみますよ。ほい。あー、これね、久々に聞いたんですけど、改めていいですね。なんかね、すごい低音が重たいとか、特別高音域がシャープだとか、そういった派手な部分って一切ないんですけども、だからこそすっごいすっきり聞きやすい、なんか癖がなくてね、誰でもいい音って感じるサウンドじゃないですかね。で、この癖の少なさだとか、純粋に高い透明度、解像度を体験できるこのサウンドの味っていうのは、確かに有線イヤホンに近いと思う。なんかね、 Bluetooth イヤホンで感じる違和感っていうのがとことん少ないんですよね。音質が有線っていうよりは、全体的な音の雰囲気っていうのが、だから有線っぽいなと思います。で、どの音もね、どの音域もバランスが良くて非常に聞きやすいです。で、ファイナルって音の分離感だとか、その立体的な表現力っていうのもすごく高いんですけど、もう楽器からですね、ボーカスのコーラスまで非常に美しく聞けますね。いやー、レベル高いな、ファイナル。では今度はですね、新作の ZE2000 聞いてみたいと思います。まずは装着感なんですけども、装着感はね、まあ、ZE3000 と一緒ですね。形状もほとんど変わんないですし、改めてね、感じたのが軽いね。装着感軽い、まあ、片方 4.5g と AirPods とかとね、変わんない重さで、さらにケース含めると AirPods よりも軽いんですよ。まあ、持ち運びから装着感まで非常に楽っていうのが印象かな。なんか耳にがっちり張り付くっていうよりは、耳への収まりがいいっていう感じですね。装着するとこんな感じ。見た目も出っ張りも主張しすぎなくていいですね。では ZE2000 スタート。はい。あ、パンチある。 ZE3000 よりも全然パンチあるわ。 ZE3000 はね、全体的にはフラットっていう印象なんですけども、明らかにこっちの ZE2000 の方が低音の深みだとか重さっていうのを感じますね。迫力はこっちの方があるね。そこに合わせてちょっと高音域もシャープ感増してるかな。少しドンシャリ傾向ではありますけども、より楽しいサウンドになってる。あー、でもこれはね、めちゃくちゃいい音で、めちゃくちゃ楽しいサウンドですよ。僕は好きだなこれ。というわけで ZE2000 で使ってみた感想をお伝えしたいと思います。もう率直にですね、音質は1万円台では文句なしにトップクラスだと思います。解像度も透明感も高い上に、音楽にしっかり躍動感も感じます。これね、ぶっちゃけ3万円くらいのモデルにも十分匹敵するサウンドですよ。まあ、これがですね、14,800円なんですけども、音質だけを取るとコスパ良すぎ。比較的他社のハイエンドモデルに感じる音の違和感っていうのが全然ないです。まず高音域なんですけども、高音域はですね、前作の ZE3000 よりも若干繊細な印象。 ZE3000 は比較的ニュートラルっていう印象のサウンドで、まあ、透明感があってですね、力強い感じなんですけども、こっちの方がちょっと線は細いかな。なんかね、美しく見せるような繊細な高音域っていう感じがします。で、高音域が細くて、よくシンバルとかハイハットがシャリシャリしたモデルっていうの多いんですけども、これはそこまで違和感は全然ないですね。シャリついてはいませんね。シンバルやハイハットの金属的な音っていうのもかなりよく表現できてますし、中音もしっかり乗ってるので、スネアやタムの音っていうのもかなりしっとりしてます。
ドラムサウンドもちゃんと重みを感じますね。見せる音なんだけども自然な楽器のサウンドをしっかり表現できてるっていうのもすごくいいところです。そして低音はですね、バスの深みや重さっていうのがもうグッとアップしてますね。でね、音の奥行き感っていうのもより感じるようになった。 ZE3000 はですね、2000と比較するとやっぱり全体的にちょっとフラットだなって感じる部分があるんですけど、 ZE2000 はですね、もっと深いところからバスが響いてきて、その前に楽器のサウンドで、中心やや前寄りにボーカルみたいな、この奥行き感で音の分離感だとか低位感っていうのがより立体的になってますね。で、低音と高音の印象が変わったせいで楽器やボーカルによりメリハリが出て、まあ、そのせいもあってより奥行き感や音の分離感っていうのが感じやすくなってます。簡単にまとめますと、 ZE3000 よりもよりエンターテインメント的な要素が強くなっているイヤホン、リスニングイヤホンとして非常に楽しいモデルですね。もともと高音域の美しさに定評のあるファイナルなので、多少印象が変わっても相変わらず高音域は魅力的だし、さらに僕が欲しかった迫力やパンチっていうのもしっかり乗っかってる。エンターテインメントな要素が増しても相変わらず、こう癖のなさやバランスの良さっていうのも適度に感じることができて、すごく魅力的なモデルだなと思いました。 ZE3000 はどっちかというとちょっとモニターライクなサウンド、 ZE2000 はエキサイトできて楽しいリスニングサウンドっていう印象です。ロックなどのアップテンポな楽曲は間違いなくこっちの ZE2000 の方が楽しめると思いますし、まあ、アコースティックな楽曲によると ZE3000 の方がバランスよく楽しめるかな。まあ、気になるところはですね、付加機能がないところ、まあ、外音取り込み機能やノイキャン、そしてワイヤレス充電など今ついていて当たり前っていう機能がこちらの ZE2000 にはついておりません。 IPX4 の耐水性能がついているのが、まあ、唯一の温情かな。まあ、1万5000円でも、ね、高い買い物ですので、これがついてないことに不満を、ね、感じる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、よくよく考えると有線イヤホンにはそういった機能ついてませんからね。ですから完全にケーブルのない有線イヤホンとして見てよっていう感じのアイテムだと思います。そこはね、正直割り切るしかありません。ファイナルが展開しているワイヤレスイヤホンのブランドに AG っていうのがあるんですけども、 AG はね、コスパが良くてそういった付加機能も期待できるブランド、そして純粋にオーディオブランドとして音質を高めたモデルっていうのはこのファイナルのブランドになると思います。ですから音質重視ならファイナルブランドのモデルを選んでおくと間違いないと思います。あとですね、地味に片耳仕様ができるっていうのも嬉しいポイントです。というわけでね、 ZE2000 紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。正直ね、いろんなハイエンドモデルだとか有線イヤホンも試してますけど、それでもおーってなるくらいオーディオファンでも間違いなくいいやんこれって思えるようなレベルだと思います。もともとファイナルとか AG ってオーディオファンでも満足できる製品っていうのを歌い文句にしてるので、まあ、ほんとそれが具現化されたようなイヤホンだなと思いました。で、価格も 14,800円っていうのがいいよね。まあ、決して安い買い物ではないんですけど、ワイヤレスイヤホンでここまでのサウンドを体験するってなると、やっぱり3万とか、ね、4万とか出さないとなかなかね、いいモデルがないので、特に円安の、ね、影響で海外モデルなんかはぐっと値段上がってきますからね。半額以下でそれに匹敵するサウンドを体験できるっていうのはめちゃくちゃコスパいいなと思いました。純粋に音質がいいモデルが欲しいっていう方にはもう全力でおすすめできると思います。1万円台だと間違いなくぶっちぎりでいいサウンドですよ。皆さんもぜひね、一度視聴してみてください。また概要欄にですね、リンクも貼ってますので、気になる方一度チェックしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。